ドミニカで武者修行実施へ。期待しかない。カリステの亡命。武者修行の実施。秋からドミニカで開催されるウィンターリーグに中日の選手3名が参加して、来季の覚醒を目指す。現地には元中日のロメロやバルデス、冗談も売り、若手にはいい経験になりそうだ。こういう取り組みはワクワクするな。バルデスおじさんがまだ元気に投げるんか。冗談よろしく。いいね、化けて帰ってきてね。これは球団が期待してる証拠だね。マジモンになって帰ってこいよ。冗談がコーチでバルデスが現役なのくさ。カリステたちも参加するんやな。パワプロのイベントやん。ウースケも上田も何かを掴んで帰ってきてくれることを期待。新戦力として帰ってきてね。昔は結構派遣してたな。浅尾とか吉見とか。中日ドラゴンズドミニカ支部。ドラドラ情報局は中日の素晴らしい情報をお届けしているので、チャンネル登録よろしくお願いします。